皆さんおはようございます。ムケオでございます。はい、ですね、ビッグシティの方に、来ております。久しぶりにちょっとロレックスマラソンしてきたいですね。ちょっといろいろ回って、いろんなこと聞いていきたいと思います。 Vlog 風な感じでちょっと回っていきます。はい、こちらビッグシティですね。今日ね、いろいろ買い物もしたいんで、ちょっとそっちの方に行っていきたいと思います。とりあえず安定のスタバでちょっといろんな準備してきます。はい、ちょっと今からね、家電屋さん行ってきますね。ちょっとね、旅する用のバッグが欲しいんですよね。結構いい買い物になると思うんですけども、ちょっと皆さんのおかげで、買えると思います。ちょっと田舎にないんでね、このピークデザインのちょっとちっちゃいのが欲しいんですよ。あんまりでかすぎると正規店とかも入りづらいんですよね。旅人感がすごいんで。はい、ちょっと家電屋さん行ってきます。まあ、今日のロレックスマラソンはどうなりますかね。まあ、とりあえずはいろいろ話せたらいいかなと思いますが、まあ、現状ですね、久しぶりにちょっとね、回ってみようかなと思ってます。まあ、新作とかどうなってるのか、まあ、その辺ね、聞けたらいいかなと思ってます。まだ開きませんので、とりあえず家電屋ヨドバシカメラ行ってきますね。はい、こちらですね、もう開いてますね。行ってみましょう。ですね、いろいろちょっと旅用のやつとか機材揃えたいんですよね。 DJI オズモ、これもいいんだよな。いいですね、久しぶり来るとテンション上がる。あ、なるほどね、携帯マウントか、いいね。タグホイヤーありますね。ちょっとセイコー見たいんだよな。ポケ置きめちゃめちゃあります。最近ちょっと増えてきたからな。いいですね。はい、タイメックスあります。グリサブ、あ、これ X2 みたいな、要はこういうことですよね。素晴らしい、タイメックス。おっと、オイスターパーペチュアルもね、ありますね。はい、ターコイズブルーもありますね。最近マジシチズンいいと思うんですよね。ちょっとまだね、あんまり調べきれてないんですけれども、シチズンいい時計めちゃめちゃありますよ ね。かっこいいですよ。あとシチズンね、いろいろ調べてみたいと思うんです。機械式もいいよね。40周年 G-SHOCK、 はい、セイコーありますね。ダイバーズウォッチ系を見たいんだけどな。お、こんなんあるんだ、アイスブルーみたいなあります。セイコー5もいいですね。3万円、黒でシンプルで。セイコー5いいな。この辺は僕のポイントで買えるレベルですからね。素晴らしい。セイコーダイバーズないかな。セイコーダイバーズですね。メカニカルダイバーズ、ごついな。この辺はスモーではないよね。プロスペックスもありますね。アストロンかっこいいな。めちゃめちゃ使いやすいですかね、これ。ちょっと最近いろいろ見てるんですけど、かっこいいっすね。まあ、限定とかも今後出ますからね。あ、大谷翔平モデル、この辺はセイコーアストロンリミテッドエディション。アストロンいいね。超正確や使いやすいですからね。バイオハザード、この辺も出ますからね。ここら辺か、この辺が進化するんかな。素晴らしい。セイコーダイバーズ、これ小ぶりでいいですね。このパディとのやつ、あ、こんな小ぶりだったんだ。めちゃめちゃいいじゃないですか。買いやすそうだな。ここら辺ね、結構なんかヴィンテージ感出してきて、めちゃめちゃかっこいいっすね。あ、この辺相撲やな。相撲に関しては、ね、12時地が大いちょうに見えますから、この辺めっちゃいいっすね。あ、でも結構ごつめだ。ごつめなんだな。この辺相撲が結構あります。
この辺限定置かれるんでしょうね。まだか、発売まだか。思ったより掘りが深くないな。予約入ってます？やっぱ結構やっぱこの限定が結構多いですか？限定とこの緑。あ、緑、うん、あ、やっぱ人気か。ありがとうございます。今回セイコー結構見たんですけれども、めちゃめちゃ良かったです。セイコーダイバーズおすすめです。海外旅用にね、この辺欲しいんですよね。ピークデザイン、この辺ちょっと買って海外旅行ね、ちょっと極めていきたいなと思ってんすよ。なんか、あ、本当ですか。あ、わかりました。じゃあそれでお願いします。はい。ゼルダいいですよね。サブチャンネルで配信しようかな。今ちょっと VR 体験したんですけどね、やばすぎですね。やば、買おうかなこれ。すごかったこれ、びっくりです。 VR やばいっすね。チェックインの前にね、ちょっと1店舗行ってきたいと思います。最近現状を知らないのでちょっといろいろ聞いていきたいですね。キングセイコーがありました。まあ、ここの時計売り場もね、めちゃくちゃいろいろありまして、テンション上がりますね。最近注目しているシチズンでございます。はい、スーツケースをですね、修理していただきました。大都会やっぱりすごいですね。そこでね、 LVMH グループの話とかね、いろいろ聞けて、時計に関するね、勉強もできました。はい、そんなこと、言うてるそばから1階にはルイ・ヴィトン、大都会恐るべし。はい、でも一旦帰ってきました。一旦ね、ホテルチェックインしました。いやー、ちょっとね、まあそんな動いてはないですけど、やっぱ移動してくるとね疲れますね。まあちょっとね、1店舗行ってきまして、いい感じの方に、接客していただきました。ありがとうございました。まあ、結構喋れたんですけれども、まあちょっとグリサブとかちょっと分かんない感じでしたね。まあ結構遠くはできたんですけど、まあ、ちょっとまた別店舗でもね、ちょっと聞いていきたいと思います。結構いろいろ聞きたかったんですけど、まあカタログはまだですね。カタログまだね、ちょっとね、僕がマニアックすぎる質問ちょっとしすぎちゃいましたね。申し訳ございませんでした。私の周りにスーパーロレックサーの方から毎回ライブでめちゃめちゃ教えてもらってますんで、ちょっとね攻めすぎました。まあね、でもね、僕ね、知ってるんですよ。どんな方からでも激レアモデルは出る可能性があるということ知ってますんで、まあね、仲良くなれたらいいなと。まあ久しぶり楽しかった。まあ、もちろんね、今制限中なんで、なかなか買えないんですけれども、まあちょっと話できてよかったなってことです。近くのリモアでね、動画も上げましたけど、ちょっとね修理してもらいましたよ。うん、でいろいろ喋ったら時計に関することもちょっとあって、まあ LVMH グループですよね。でリモアって LVMH グループっていうのは知ってたんですけれども、でまあね、MH はモエヘネシー、お酒とかのやつね、それ知らなかったです。勉強になりました。やっぱ都会すげえなって感じですよ。で修理してもらってめっちゃいい調子になってます。福岡最高で、タグホイヤーとかゼニスとかね、LVMH グループですもんね。でまあ今後は LVMH も結構なんかいろいろ変わってくる感じで、ヴィトンとかって1階にしかないと思うんですけど、まあそういう感じでいろいろ変わるっていうような、まあなんかね、面白い話もいろいろ聞くことができましたね。でリモアの買い取りやってるっていうの皆さんご存知ですか？結構リモア皆さんね持たれてる方多いと思うんですけれども、リモアのアルミニウムの8万円以上のモデルだったら買い取って4万円の商品券くれるらしいです。でそれでまた新しいやつが買えるっていうのがあるんですけど、なんかそういう話もね聞けましたね。ちょっと時計以外でも話すことができてよかったです。で皆さんのスーパーチャットご支援のおかげでこれ買ってきましたよ、ね。はい、こちらですね、バッグですね。まあ、今持ってるピークデザインのやつと一緒なんですけど、まあ、それの、まあ、コンパクトバージョンみたいな感じですね。やっぱこの前ちょっと台湾行った時にあまりにもでかすぎてちょっとやりづらい感じがあったんで、まあ、こうやってちょっとまた旅に最適の状態で臨めるようにね、まあ、またいろんな国行きたいですから、はい、スイスも行きたいんで、まあ、ちょっとね、皆さんのスーパーチャットのおかげで機材投資ができたって感じです。ちょっとこれつけてね、次ちょっと休んだら別店舗回っていきたいと思います。それでは行ってきます。今から2店舗回っていきたいと思います。
はい、歩いてあと2店舗回るんですけれども、やっぱり楽しいですよね、大都会は。まあ、時々来るの楽しいんですけれども、どうなんでしょう、これは住んだらもっと楽しいんでしょうか。そういうことを考えながら歩いています。いや、やっぱいいですね。そのちゃんとホテル取るっていうのは大切だというのはね、この前台湾行った時に思い知らされました。まあ、ちょっと疲れたと今一旦休憩したらめちゃめちゃやる気みなぎってます。さあ行きましょう。ホテル大事やな。さあ見えてきました、城ですね。そしてここ天神にユニクロオープンしてますんでね、皆さん行ってくださいね。さあこの後ね、いろいろ回ってきたんですけれども、まあいろんなね、お話聞くことができましたね。まあちょっとまあ後でまとめるというような形にしようかなとも思っております。チューダーに関しても、はい、いろいろねお話聞けてめっちゃ楽しかったですね。はい、こちらも行ってまいりました。素晴らしい、久しぶりのロレックスマラソン。ホテルを取ったことによってめちゃめちゃ効率的に気分よく回れました。最高ですね。はい、どうも、回ってきましたね。いやー、めちゃめちゃ久しぶりで、クソ楽しかったです。まあいろんな話ができました。まあやっぱいろんな、まあ、情報ありますけれども、まあどこの店舗さんもね、やっぱちょっと、まあ、僕が毎回ライブしてて皆さんが教えてもらうような、激ヤバ情報がみんな頭揃って分かってるような感じじゃなかったですね。もうすみません、超越してしまってるのは、申し訳ないんですけれども、まあ結構まあいい情報はいろいろ聞けました。あと激ヤバ情報も聞けましたね。まあ、ちょっとその辺はね、別動画でまとめていきたいなというふうに思います。いや、あとね、もう本当ちょっと別動画でもまとめたくないぐらいの超ヤバ情報もありましたが、まあ、この辺はちょっとどうするか決めていきます。ちょっとね、あんまりね、ちょっとペラペラ喋ってもねっていうところになりますからね。いや、非常にね、久しぶりで良かったですね。まあ、いろんな、お話もできて、マジで良かったっす。いや、いいですね。ちょっとまあ久しぶりには、まあ、結構定期的にはね回っていきたいなっていうふうには思いました。まあ、ちょっとね、まあ、こういう感じの配信ですけれども、まあここで変えたとしてもね、ここで変えたっていうのは、絶対に言いませんので、ぜひね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、今回ね、まあ、いろいろ回ってきまして、まあ、激ヤバ情報、まあ、いろいろ分かりました。まあ、これに関してまとめていきますので、またそちらの方でよろしくお願いします。やっぱね、このブラックベイプロ、この時計はね、本当にいいと思いましたね。これは結構やっぱいろんな方からね、めちゃめちゃ注目されますよ。まあ、時計好きを結構ね、うならせるいい時計だというのが分かりました。まあ、グランドセイコーの店員さんとかね、あ、それロレックスですかみたいな感じになったんですけれども、まあ、よく見せてこれはチューダーですよっていう感じになったんですけども、いや、マジでよかった、本当に素晴らしいと思います。はい、皆さんもね、ちょっと楽しんでいきましょう。またこれ別動画でまとめます。はい、よろしくお願いします。はい、本日です、ロレックスマラソン Vlog でした。はい、ではまた。はい、おまけです。ちょっとね、飲みました。久しぶりに、プチオフ会みたいに、なりましたね。904L スティールの凄さ、これね、学ぶことができました。これはね、穴なしサブマリーナですね。ちょっと夜ね、音楽でインスピレーション高めました。視認性抜群でした。